キージャンは、トヨタ自動車が、東南アジア、インド、南アフリカ等で販売していた多目的車である。ピックアップも存在する。キージャンは、インドネシアにおける社名で、マレーシアでは、ウンセル台湾とベトナムでは、ゼースフィリピンではタマラオレボ、ターマーオレボ、インドでは、クオリス、クオーリス、南アフリカでは、コンドル、コンドルを名乗る。百七十六年十二月、 フィリピンで発売。翌年インドネシアで発売された。大型プレス機やスポット溶接の自動改善の設計のため、また、アジア各国に存在するアクロや化石債を考慮した車種強度とするため、モノコック構造は採用されておらず、はしごフレームにカローラ系の足回り、パワードライブトレインを組み合わせ、その上にほとんど平面で構成された車体を乗せている。 エンジンフードやフロントグリル、鉄板剥き出しのインパネ、蹴飛ばし式のカウルベンチレーターなどのデザインに当地でノックダウン生産され、トヨタ車で最もポピュラーな存在となっていたランドクルーザー 40K の影響が見て取れる。トヨタアストラモーターの完成車としては、ピックアップ、ワゴン、ワゴンの右利アのドアをなくし、 左側を折り戸にしたミニバス、それにボンネットのみのカウルシャーシがあるが、そのカウルシャーシにカロセリと呼ばれるコーチビルダーが独自設計のボディを仮装したものが非常に多く見られるのも特徴である。これらのスタイルは純正車体に準じたものから全く異なるものまで多岐にわたる。また、小規模なカロセリの製品は全国流通ではないものもあり、地方では ジャワ島やバリ島で見られない車体が見られる。搭載エンジンは、水冷直列4気筒オフ 1200cc のガソリンエンジンである 3K 型で、T40K4 足フロア MT が組み合わされている。KK エンジンと TK トランスミッションは、初代カローライライ、2代目以降のパブリカ、スプリンター、セリカ、カリーナ、ライトエース、タウンエースなど、 多くのトヨタ製小型 FR 車に使われてきた実績のある組み合わせである。燃料供給はシングルキャブであるが、エンジンのハイガス対策が行われていないことや、低めのギア比であることから、10人乗りでも実用になっている。二代目キジャン1981年登場。エンジンフードがフルワイズとなり、前端とスライチとなったフロントグリルに間隔が広げられた。 ヘッドランプなど、車体は若干ながら、近代的なスタイルとなったが、相変わらずの平面構成であるキャビンが逆に、見劣りする結果となっている。また、近代化と引き換えに、初代に見られた、可愛らしさは影を潜めている。搭載エンジンは 4K 型となり、排気量は 1300cc に拡大された。三代目スーパーキジャン1992年代。 後期型1986年登場。ついに車体部品のすべてがプレス品となり、車両の外観が大きく変わっている。そのアピールのため、車体には、フルプレスとボディーのでカールが貼られており、車名もスーパーキジャンと呼ばれるようになった。後にスズパンサーがよく、2対称の外観をまとって登場している。同時に室内にはトリムが施され、ダッシュボードも樹脂製となり、 吊り下げ式のクーラーもオプション設定されるなど、その進化の度合いは飛躍的であり、名実ともにトヨタの看板にふさわしい見栄えと品質を得た。一方、カロセリ製ボディも健在で、実用本位のボディ以外にも、スポーティーなローバーや、ラグジュアリー系のジャンタンなどがあり、カスタム系ボディの代表的な存在となっている。 搭載エンジンはさらに拡大され、1500cc の 5K 型となる。トランスミッションは、フロアシフトの4速 MT。1992年マイナーチェンジ。エンジンが 1800cc の 7K 型となり、初設定の5速 MT も追加された。インドではこの型の基準を手直しした、現地生産モデルが、クオリスの社名で2000年から2004年まで、販売された。 1997年登場。搭載エンジンは、直列4気筒オフ 1800cc の 7K 型、再 1C2000cc の 1RZ 型に加え、基準史上初となる、ディーゼルエンジンが設定され、再 1C の2リットル型が加わった。2000年マイナーチェンジ。外観を変更したほか、ガソリンエンジンを EFI の 7KE、1RZE に変更。 2004年に後継車種の機材にノーバに置き換えられた。ピックアップトラックは2007年まで販売が続けられた。トヨタモーターマニュファクチャーリングインドネシアとトヨタアストラモーターが生産していた。台湾でゼースはピックアップトラック仕様を指し、ワゴンはゼースサーフの名で販売されていた。ありがとうございます。